モノカルチャーとは直訳するとモノのカルチャーであり多くの場合単一の農作物を生産する農業の形態を指すそのような農業形態は探索とも呼ばれるまた単一の産品や産業に依存した経済をモノカルチャー経済ということがある広大な砂糖キビのプランテーションモノカルチャーの農業形態は植民地化された土地で 支配国で需要の高い農作物を集中的に生産させたことが始まりである。例えば、オランダ領東、インドにおける商品作物の強制栽培制度が挙げられる。これにより、支配国は効率よく支配国が保する農作物を得ることができた。代表的な作物に、砂糖、キビ、天然ゴム、紅茶の茶葉、カカオ、コーヒー豆などがある。 多くは主食足りえないものであり、農地は商品作物の栽培工場と化し、現地住民は商品生産の労働力として経済の中に組み込まれて食料の自給能力を失った。これが飢餓の発生原因の一つともなった。また特定の産業に力を入れたために、それ以外の産業が発達しなかった。多くの旧植民地は独立後、 様々な産業を発達させる努力をしているものの、そのために必要な資金を得るために植民地時代の輸出品に頼らないといけない国もあり、モノカルチャーへの依存から脱却できていないことが多い。一方で、モノカルチャー経済と呼ばれる国家においては、そもそも輸出用作物の経済に占める割合が少なく、大半は自給用作物の生産であって、 ただ経済が弱体で他に輸出品目がなく、輸出作物が一品目に偏っているために、見かけ上モノカルチャー化しているように見えるだけの場合も、あるとの指摘がなされている。この他、1944年に、メキシコで実施された緑の革命もモノカルチャーである。大量の作物を生産することができるので、食料を増産ができると見込まれたのであった。ここで栽培されたのは、 トウモロコシなどの穀物である。しかし短期的には収量の増加が達成できても持続可能な農法ではなかった。ありがとうございます。